こんにちは、皆さん。戦国時代に起こった姉川の戦い、織田信長と浅井長政の戦いとして日本史でも有名だね。義理の兄弟だった信長と長政は3年間にわたり戦いを繰り広げることになった。その中で最も激しい戦闘が姉川の戦いだよ。この戦いは信長が天下人を目指して勢力を拡大する中でも重要な意味を持つ戦い。義兄弟はどうして敵対したのか。今回は姉川の戦いについて話すね。お市の腰入れ、信長と長政の同盟。尾張の戦国大名を織田信長は尾張を統一した後、1567年に隣国の美濃を攻略した。二カ国の大名となった信長は京都への上洛を目指すようになった。そのため信長は美濃から京都への上洛ルート、近江の北部を治める浅井長政と関係を深めたいと考えていた。1567年に信長は絶世の美女と名高い妹のお市を長政に嫁がせて義理の兄弟となった。これにより織田家と浅井家は同盟関係となった。一族の利益のために行われた政略結婚だったけど、長政とお市は仲睦まじい夫婦で、二人の間には三姉妹が生まれた。1568年、室町幕府の将軍足利義昭が信長を頼って美濃に来た。同じ年に信長は義昭を率いて上洛を成し遂げた。長政も信長の上洛を援護した。そして室町幕府の将軍となった義昭の命令として、信長は畿内近辺の諸大名へ上洛するように要請した。だけどそれに従わない大名もいた。越前の朝倉義景も従わない一人だった。長政の裏切り。将軍の上洛要請に従わない義景を討つために信長は越前に出兵した。織田軍は手筒山城と金ヶ崎城を落とし、進軍は順調だった。だけどこの時浅井長政は苦悩していた。浅井家と朝倉家は長政の祖父の代からの盟友で、朝倉家はたびたび浅井家を助けてくれていた。長政は信長と同盟を結ぶ際、朝倉家とは戦わない不戦の誓いを交わしていた。それにもかかわらず、信長から朝倉を攻める際に事前の相談はなかった。今の同盟者で義理の兄の信長を選ぶか、先祖代々の恩がある朝倉を選ぶか、長政は非常に悩んだ。その結果、長政は朝倉を選び、越前を攻めている信長軍の背後から襲いかかった。信長は当初、長政の裏切りを信じなかった。報告を受けても、それは間違いだ、と切り捨てた。だけど後で、長政の裏切りが明らかになると、いち早く戦場から離脱した。信長はあまりに急いで撤退したため、少人数の兵しか率いることができなかったという。なお、撤退する軍の最後尾、しんがりは木下秀吉、後の豊臣秀吉に任せたと言われている。この時に信長の妹お市が、両端を縛った小豆の袋を信長に送り、挟み撃ちに遭う危機をいち早く伝えたという話が残っている。だけど、この話は後世になって作られた話と言われているよ。こうして信長は命からがら、なんとか京都に入ることができた。長政の裏切りの話は、最近の研究では、浅井家と朝倉家は昔からの同盟ではなく、長政の代から手を結んだのではないかと言われている。また、同盟というより、朝倉への従属に近いものだったようだよ。浅井は、織田、朝倉それぞれに従属する、
いわゆる領族の大名だった。つまり長政は従属先の織田と朝倉が戦うことになり、朝倉を選ぶことにしただけ。朝倉を選んだ理由として、織田は浅井を大名として見ずに家臣として扱っており、長政はそれに不満だったと言われている。また織田が勝てば浅井の領地は完全に織田の勢力に囲まれてしまい、大名としての独立が失われることを恐れたとも言われている。信長の逆襲。信長は帰国して間もなく、浅井と朝倉への復讐のため動き出した。浅井家の家臣で竹比べ城に配置された堀秀村、木口直房が調略により信長に降伏した。こうして美濃と近江の国境にある竹比べ城と狩安王城は信長の支配下となった。信長は即座に軍を動かして竹比べ城に入った。そのまま長政の本拠小谷城のすぐ近くに布陣して城下を焼き払った。それでも小谷城は堅固な山城で、信長も一気に落とせるとは考えていなかった。まずは小谷城から南東にある横山城を落として、前線基地として浅井攻略の拠点にしようとした。横山城包囲中に同盟を結んでいた三河の徳川家康も軍を率いて信長と合流した。同じ頃、浅井への援軍として朝倉軍も到着した。浅井、朝倉連合軍は信長を迎撃するために南下し、姉川を挟んで両者は対峙した。織田と浅井、朝倉と徳川がそれぞれ向かい合った。互いの兵力は諸説あるけど、浅井朝倉連合軍が1万3000、織田徳川連合軍が2万5000と言われている。どの説をとっても信長の兵力の方が長政よりも多いことは変わらないよう。姉川の戦い。1570年6月28日の早朝に戦闘が起こった。後の世に名高い姉川の戦いの始まりだよ。開戦は徳川と朝倉の援軍同士の戦いだった。当初朝倉に勢いがあり、家康は必死で持ちこたえていた。懸命に耐える中で、家康は榊原康政を別動隊として伸びきった朝倉軍の側面をつかせた。朝倉軍は混乱し、戦局は逆転した。ついに朝倉軍は敗走し、家康は追撃して打撃を与えた。織田と浅井の戦いも、当初は浅井が健闘して信長の本陣にまで迫った。だけど横山城を包囲していた稲葉一徹ら西見の三人衆が浅井軍の側面をついて体勢が崩れた。浅井軍は小谷城へ撤退した。姉川の戦いは信長の勝利で終わった。敗れた浅井朝倉連合軍は1100名が討ち取られたと言われている。姉川の戦いは激戦だった。それは現在も地名として千川や千原といった名が残っていることからも伺うことができるよ。こうして信長は戦いに分かったけど、県城の小谷城をすぐに落とすことはしないで城下を焼き払うにとどめた。一方、浅井軍の敗戦を見た南東の横山城は開城して降伏した。信長は浅井攻略の重要な拠点を持つことに成功した。横山城には城代として木下秀吉が入った。姉川の戦いの影響。長政は姉川の戦いで弟の浅井正幸や遠藤直常、浅井正純など多数の重臣を失った上、小谷城の南東にある横山城を奪われた。その後長政は何とか巻き返しを図ろうとしたけど、姉川の敗戦の痛みは大きかった。姉川の戦いの3年後、
1573年8月8日に信長は浅井攻めを行い北近江の諸城を落としていった。そんな中で朝倉の援軍が到着した。信長はそれを打ち破り、敗走する朝倉軍を越前まで追撃した。8月20日に朝倉義景は自害して、朝倉家は滅んだ。こうして長政は完全に孤立無援となってしまった。8月26日に信長は小谷城の総攻撃を命令して、ついに長政は自害を決意した。正妻の大市も長政と共に自害しようとしたけど、3人の娘が不憫だから生きるように長政に言われた。お市も自害を思いとどまり、長政はお市と3人の娘を信長の元へ送った。そして9月1日に小谷城は落城し、長政は自害して果てた。信長はお市と3人の娘を受け入れたけど、長政は許さなかった。自害した長政の頭蓋骨に漆を塗って宴の魚としたと言われている。浅井朝倉を滅ぼし畿内を制圧した信長は、以後天下人への道を進んでいった。まとめ、織田信長と浅井長政、義兄弟となった両者。共に天下を目指すこともできたはずだけど、両者は決裂して戦いを繰り広げることになった。長政の裏切りは信長の人生における最大の危機で、生涯のトラウマとなった。裏切りの報告を間違いと思ったことから、信長は長政へ全幅の信頼を置いていたと考えられるよ。義理の弟に裏切られた信長は、以後甘さを捨てて天下へと突き進んでいくことになる。織田と浅井の戦況の転換点になった姉川の戦いは、日本史においても重大なターニングポイントなのかもしれないね。今回の話は面白かったですか？よろしければチャンネル登録とグッドボタンをお願いします。